光大祖は、日本の競争は主な勝ち倉は2019年の東京ダービー、戸塚記念。他、2020年の川崎記念に着。2018年、デビュー3戦目を、立川樹記屋の記場で4馬審査をつけ解消すると、重賞挑戦2戦目の平和賞では、翌年の南関東頻馬にカ馬、当選ガーネットを3、4馬審しりぞけて逃げ切り、重賞初勝利。 明け3歳となった2019年は、重症昇格後の初開催となった雲取賞を、聖下が続く、京浜坂月で競争中に微出血を発症し、南関東3冠の初戦羽田坂月には出走できなかった。また、この間に、達川が騎手を引退したため、これ以降主戦騎手は山崎誠氏に変わることになった。初コンビで迎えた東京ダービーでは、 三コーナーから仕掛けて先頭に立つと追い込んできた、羽田坂月馬、ミューチャリーに庭審査をつけ優勝。光を襲、山崎ともに、父が勝利することができなかった、東京ダービーを制覇した。同年はさらに地元川崎で行われた、戸塚記念も勝利した。2020年、全日本2歳優勝、ジャパンダートダービーに次ぐ自身3度目のダートグレード、競争挑戦で、 川崎記念に出走。スタートで出遅れて行き足もつかず、全日本2歳優秀以来の後方からの競馬となったが、直線を向くとデルマルーブルと合わせて追い上げ、ミューチャリーに襲いかかり、最後は2頭から1馬身先着して、中和ウィザードから6馬審査の2着に入った。ミューチャリーも4着に入り、2015年のサミットストームハッピースプリント以来5年ぶりに、 南関東所属場の掲示板入り。南関東クラシックス三冠競争の勝ち馬が2頭、入るのは2008年のフリオーソアンパサンド以来、実に12年ぶりであった。しかし、その後は、同年のブリリアントカップ、日本テレビ杯月で2.3度目の微出血を発症するなど、不審が続いている。以下の内容は、netkeiba.com よびアビスサーチ、 nankeiba.com a n k, a n k、e I B、a. Com に基づく、ありがとうございます。